小説書き出しクイズ中級編。問題。完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。という書き出しで始まる村上春樹の小説は何でしょう？正解は、風の歌を聴け。問題。回れば大門の見返り柳、糸長けれど、という書き出しで始まる樋口一葉の小説は何でしょう？正解は、竹比べ。問題。森の匂いがした、という書き出しで始まる宮下夏の小説は何でしょう？正解は、羊と鋼の森。問題。蓮華寺では下宿を兼ねた、という書き出しで始まる島崎藤村の小説は何でしょう？正解は、破壊。問題。私がこの世で一番好きな場所は台所だと思う、という書き出しで始まる吉本バナナの小説は何でしょう？正解は、キッチン。問題。四里の道は長かった、という書き出しで始まる田山花袋の小説は何でしょう？正解は、田舎教師。問題。ちはやぶるかんなつきも、もはやあと2日の名残となった28日の午後3時頃に、という書き出しで始まる双葉亭四名の小説は何でしょう？正解は、浮雲。問題。コンビニエンスストアは音で満ちている、という書き出しで始まる村田沙耶香の小説は何でしょう？正解は、コンビニ人間。問題。山手線の電車に跳ね飛ばされて怪我をした、という書き出しで始まる志賀直哉の小説は何でしょう？正解は、城崎にて。問題。恋さん頼むわ、という書き出しで始まる谷崎潤一郎の小説は何でしょう？正解は、笹目雪。問題。彼のことを、私と息子は博士と呼んだ、という書き出しで始まる小川陽子の小説は何でしょう？正解は、博士の愛した数式。問題。山道を登りながらこう考えた、という書き出しで始まる夏目漱石の小説は何でしょう？正解は、草枕。問題。私はこれからあまり世間に類例がないだろうと思われる私たち夫婦の間柄について、できるだけ正直にざっくばらんにありのままの事実を書いてみようと思います、という書き出しで始まる谷崎潤一郎の小説は何でしょう？正解は、知人の愛。問題。ドアノブをつかむ、氷を握ったように冷たい、その冷たさがもう後戻りできないと告げているみたいに思えた、という書き出しで始まる角田光代の小説は何でしょう？正解は、8日目のセミ。問題。労災の理長は博学採栄、という書き出しで始まる中島敦氏の小説は何でしょう？正解は、三月期。問題。誠に小さな国が開花期を迎えようとしている、という書き出しで始まる司馬太郎の小説は何でしょう？正解は、坂の上の雲。問題。この数年来、小畑村の静間重松は、姪の安子のことで心に負担を感じてきた、という書き出しで始まる井伏松次の小説は何でしょう？正解は、黒い雨。問題。朝、食堂でスープを一さじすっと吸って、お母様が、あ、とかすかな叫び声をお上げになった、という書き出しで始まる太宰治の小説は何でしょう？正解は、斜陽。問題。
スプリットタンって知ってる？という書き出しで始まる金原ひとみの小説は何でしょう？正解は、蛇にピアス。問題。二人の若い紳士がすっかりイギリスの兵隊の形をしてピカピカする鉄砲を担いでという書き出しで始まる宮沢賢治の小説は何でしょう？正解は、注文の多い料理店。問題。木曽路はすべて山の中であるという書き出しで始まる島崎藤村の小説は何でしょう？正解は、夜明け前。問題。ある朝、グレゴール・ザムザが気がかりな夢から目覚めたとき、自分がベッドの上で一匹の巨大な毒虫に変わってしまっているのに気づいた、という書き出しで始まるフランツ・カフカの小説は何でしょう？正解は、変身。問題。私が自分の祖父のあることを知ったのは、私の母が産後の病気で死に、その後二月ほど経って、不意に祖父が私の前に現れてきたその時であった、という書き出しで始まる志賀直哉の小説は何でしょう？正解は、暗夜航路。問題。朝、目が覚めると泣いていた、という書き出しで始まる片山恭一の小説は何でしょう？正解は、世界の中心で愛を叫ぶ。問題。野島が初めて杉子に会ったのは、帝劇の2階の正面の廊下だった、という書き出しで始まる、武者の工事実篤の小説は何でしょう？正解は、友情。問題。今日ママンが死んだ、という書き出しで始まる、アルベール・カミュの小説は何でしょう？正解は、異邦人。問題。推しが燃えた、ファンを殴ったらしい、という書き出しで始まる、宇佐美凛の小説は何でしょう？正解は、推しもゆ。問題。おい木村さん、新さん、寄っておいでよ、という書き出しで始まる、樋口一葉の小説は何でしょう？正解は、濁り絵。問題。越後の春日を経て今津へ出る道を、珍しい旅人の一群れが歩いている、という書き出しで始まる、森鴎外の小説は何でしょう？正解は、山椒太夫。問題。春が2階から落ちてきた、という書き出しで始まる、伊坂幸太郎の小説は何でしょう？正解は、重力ピエロ。